おはようございます、みんなのパイセンです。今日はね、その天気が良すぎたんですよね。ご覧の通り、そのスカイブルー極まりない天気で、カラスさんも泣いてるということで、その僕、まあ、今 CBX ハーブっていうのを発売したんですけれども、それで、僕今度いうかもうボングを買おうと思うんですよ。なんやろな、パイプで吸うのもいいけど、まあボングの方がまあ喉越しもええかなと思って、僕ボングをちょっと見に来たんですよね。それをちょっと、ご紹介していこうかなと思います。はい、新しいボングですか？新しいボング買うと思うね。はい、ボング持ってへんかったし、その CBX ハーブを吸うぐらいのやった分、巻かれへん人とかも、巻かれへん人もおるし、ってことでちょっとボングのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、どっか置いてはるんですか？うん、これやねんけど、これがそう、これがまああの結構な吸い口も広くて、ここが吸い口、そこが吸い口で、はいはいはい、はい、向こうから火つけてくれたら嬉しい。あ、オッケーです。だ、乾燥してるこの辺でいいですか？あ、もうそれで、これどうですか？匂い、香りどうですか？これ縄文ですか？あかんけどええで、その試しやし、あかんねや。いや、これは良くない、これはいい質じゃないよ。そう、でも全然いいよ。これはそのライターとかもいらん、なんか自然の熱っていうか、このあったかいからいける、いけるますか？これいける、ライター持ってんやろ。はい、忘れてもたやん。うわー、これどう？結構きそうやな。うん、どこだか、スイッチをどこか押したらいい？なうん、だ熱にあって、あ、なんかここにあるわ。日陰はやめて、日陰はできるだけないと煙出えへん。だ、はい、吸ってください。はい、ここ置いてきますからね。どう、うまい？喉越しがいいな。うん、やっぱ喉越しええわ。いい？やっぱ吸い口広いとやっぱ美味しいって。うん、うまいよ。俺これ買うわ。買う？うん。オッケー、わかりました。オッケー。はい。お願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。